ップルでは見てはいけない映画参戦でございます。ドラゴンタトゥーの女。あーなるほどね、なるほどね。嫌いじゃない、嫌いじゃない。ムカデ人間。あいや、ダメだね。今日は随分ハードな回だな、これ。容赦ないな、これ。あとじゃあもう2つぐらいやってからこの中からグランプリ決めていきましょうか。わかりました。あとじゃあスタッフさんの中でも何かこれはっていうのがありましたらみんなで意見出していきましょう、これね。僕、あれかな。お、なになに。プレデター、プレディス、エイリアン。あーあ、地形のちょっと、SF のちょっと見えるやつ。はい、わ、結構ダメかなって。だってさ、女子の嫌いのまず SF でしょ。確かに。あの、プレデターとか。ちょっとえぐいじゃないですか。えぐいかな。ブシャッと飛び出したりまして、結構あの粘膜系のグロさが結構気持ち悪い方が多いのかなって。確かに確かに。女子でも SF 大体嫌がらない。そうか、そうですね。僕のイメージあんまり好きじゃない人多いですよね。ねえ、スピーシーズとかもダメだよね。ダメですね。スピーシーズは本当にね、SF とエロなんですよ。あれはダメですね。あれ全然女子刺さんない。全然刺さんない。スピーシーズもちょっと強敵が出ました今。やばいですね。あれも監督の性癖丸裸に出てきましたよね。あとね、この AVP もスピーシーズもそうなんだけど、つまらないっていうね。やっぱつまんない映画はこれまた盛り下がるんですよ、これ。長いですよね。長い。本当に長い。本当に。いつまで続くんだろう、この感じ。あと僕、密かにね、教育系の映画もダメかと思います。あ、だからすごいなんかあの例えば文部省推薦みたいななんか二宮金次郎みたいな映画だとこれまずカップルで見ちゃダメですよね。何も盛り上がらない、何も盛り上がらないっていう。こうなんていうでしょう、食事行くのもなんか精進料理かなんか食べてない。その後の展開も望めないやつ。その後の展開、そうだ、やっぱりちょっとね、やっぱ期待します、ね、そう、期待させないとダメなんですよ、これ盛り上げるためには。ちょっと今日一人じゃ寂しいなみたいな。そうですね。それがやっぱり文部省推薦のちょっとなんかないから、その文部省推薦探してください。だから学校のさ、みんなで体育館集まって見るやつですよ。ああ、ありますよね。でもなんか絶対盛り下がるやつですね。ヨーロッパ映画とかもたまに本当に展開がなくてずっとダラダラ続けば、きついよね。そうですね。なんだっけ、あの病句のやつ。病句が出て歌うやつも。テンション下がるって映画。いや、わかんないです、それ。ダンサー・イン・ザ・ダーク。知らないです。もうね、これ絶対カップルで見ちゃダメです。もう、最後自殺しちゃう話なんですよ。いやー、暗いなー。あれ、マンマミーぐらい明るいテンションぐらいなんもないと。いいですね。なんか今日、行っちゃうみたいな。やっぱそういう気にさせてくれるじゃないですか。もう、ダンサー・イン・ザ・ダーク。それからね、スタッフさんから今いただきました。はい、冷たい熱帯。あ、もう、デンデンさんがやばいね。怖いですね。そう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 、まさにエログロ。エログロ、あ、好きですか、そういうの。私嫌いじゃない。嫌いじゃない。嫌いじゃない。カルタニムさんとか結構そのシオン系とか見てますか。見ます。あ、見てるんですね。好きです。あ、じゃあ秘密とか、はい、好きです。割と好きで、ああいうこう締めっぽいものも全然好きです。恋の罪とかね。全然あ、いいですね。さあ、ということで、じゃあね、ちょっとそろそろまとめにかかりましょうか。はい、あ、ちょっと待って、でも、ね、文部省だけどうしても入れたいですね。ちょっと待ってください。文部省の映画でですね、もうこれはっていう一押しの船を編むとかどうですか。ああ。もう辞書作る話。あ、でも私、松尾龍平さん好きなので。しかし、確かに。船を編む見た後に、よし、行こうかってならないようになってね。もう辞書作る話ですよ。しんみりします。しんみりですね。もう現地解散です。ランチ、ランチ、せめてランチ。それが朝食でもう解散だよね。じゃあ一気にちょっとノミネート作品をまとめます。ドラゴンタトゥーの女、ムカデ人間、血と骨、花と蛇、凶悪、ダンサーインザダーク、船を編む、アウトレイジ、ヘルタースケルター、エイリアン VS プレデター、スピーシーズ、冷たい熱帯魚ということで、これぜひ皆さんコメントで投票していただくのもいいかも分かりませんね。あ、そうですね。ね、気になりますね。さあ、ということでね、じゃあこれね、こうしましょう。一人、これだけ結構作品あるんで、はい、自分のやつは当然1票入れちゃうじゃないですか。はいはいはい、5票ぐらいにしとくから、そしたらうまくばらけるみたいな。そうですね。はい、スタッフさんに紙渡してください。で、書いてで、その中でかぶったので一番多いやつを1にしましょう。分かりました。はい、分かりました。1位は多分ね、僕あれだと思うんですよ、ね、嘘、マジでもう予想ついてます。
1位は多分あれだと思うんですよね。マジで俺全然わかんない。2位がちょっともう予想つかないですね。2位3位がちょっとわかんないですけど、1位はね、1位はあれかなっていう、もう全票入ってる、入ってる気がします。さあ今ね、開票、今これあれですよ、選挙対策事務所の待ってるスタッフみたいな当選確実みたいな、待ってますね。あ、今度小道具でこれ用意しとくから、待って当確定ですとこうやって、あ、いいね、これこれ今度みんなで、またこれレギュラー企画でできそうですか。ちょっと軽谷さん、またやりましょう、これね、当確です、これ絶対いいな、面白い、ちょっと緊張する別に自分が選ばれるわけでなんでもないのに。あ、さあ、今開票結果が私の元に運ばれてまいりました、はい、さあ、それでは栄えある第1回、はい、カップルで絶対に見てはいけない映画発表します。はい。ドゥルル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 ダン。これ3位はないんですね。同率です。あ、同率なので2位からとなります。わかりました。なるほどなるほど。第2位が同率でございます。はい、スピーシーズとドラゴンタトゥーの女です。なるほど。まあ。やっぱりでもあいつが入ってたんですね。やっぱりあいつが入ってないですね、これね。もう皆さんもね、なんとなくお気づきかと思いますが、それでは、1位を発表させていただきます。みんなで選んだ、カップルで絶対見てはいけない映画、第1位は、ムカデ人間です。まさかそうですよね。間違いないですよ。マナちゃんが選んだのが1位で、当然3票。あとのがね、2票で、まあ、2位で同率で、あとは1票1票1票というふうにばらけているということなんですね。ちなみにカノタミさん、何と何と何と覚えてる範囲でいいんですか。僕はあと血と骨と、うんうん、冷たい熱帯魚と、あとその3つですね。あ、これ入れたね。全部入れました。なるほど、はい、ちなみにマナちゃん、私はムカデ人間とドラゴンタトゥーと冷たい熱帯魚とエイリアン大卒で、おあ、でも結構綺麗にばらけましたね、はい、僕はあえてね、やっぱ文部省を推薦するの船を編むっていうのはね、カップルで見てなんかこう、やっぱ俺たち今日は解散しようかなって、先が見えない、先が見えない、やっぱ加藤剛さんが出てくる時点で、ね、先が見えないっていうのはこれたまらんことですね。個人的なツボでしたけどもね、ぜひ皆さんもですね、カップルで見てはいけない映画投票と、そして、感想も、ね、書いてお待ちしております。さあ、それではちょっと告知なんですけども、概要欄にですね、お二人のリンクを貼っております。ぜひ皆さんチェックしていただきたいと思います。そしてあのカノタイムさんとはちょっと今後もね、コラボでね、はい、いろいろさせていただきますので、ぜひ今後も楽しみにしていただきたいというふうに思います。ということで、栄えある第1回、みんなで決める、カップルで絶対見てはいけない総選挙でございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。それでは次回もみんなでシネマティック、バイバーイ。